ニコ生主もやってたからね、ヒカキンで。全然アクティブも高くなかったよ。ちくわちゃんランキングの下の方でピンクのサムネが映ってるみたいな感じで、そんな1位とかを取ってるヒカキン見たことないの、俺はね。だから、YouTube の動画の下積みは確かに長かったと思う。ある日突然ニコ生から消えたんだよ。多分 YouTube 当たってからだと思う。YouTube 当たるまでは、YouTube とニコ生を並行してやってました。で、ボイパがパコンって行ってからニコ生落として、YouTube に専念したっていう感じかな。だからみんなが知ってるキャリーパミパミも昔キャリーボーンっていう名前でニコニコやってたし、今ネットで活動してる人たちのかなりの人たちがニコ生をかじってたんじゃないかな。米津玄師はもう最初から人いた。で、米津玄師もなんでツイキャス やらなくなったかっていうと、 YouTube に切り抜かないでくれって言ったのにファンの人が切り抜いちゃったんだよね。で、なんでできないかっていうと、弾き語りをしてて自分の曲だけじゃなくてこれ歌ってあれ弾いてって言うじゃん、やっぱファンの人は。それをこっそりやってたんですよ。でもそれあげられちゃうと権利の問題とか広がっちゃうと問題があるじゃん。自分の曲しかできなくなるからね。こっそりやってたのに外に流す人が出てしまって、で、もうじゃあ僕辞めるしかないっていう。